では行きましょう。ファイターズの1週間です。はい。まずはルーキーの選手の情報から行きましょう。はい。6日の土曜日、ドラフト2位の西村貴弘、3位の田中瑛斗、6位の鈴木亮太郎の3人が入寮しまして、7日の日曜日にはドラフト4位の難波雄平、ドラフト7位宮台光平が入寮と。そして8日月曜日はドラフト1位の清宮幸太郎、ドラフト5位の北浦隆二が入寮と。新入団選手が全員鎌ヶ谷にやってきまして、9日火曜日から新人合同自主トレがスタートしました。で、新人たちは2日間トレーニングメニューを消化。清宮は初日には難波と居残り特打を行って、2日目は1人で居残り特打と、2日間ともロングティーを行いましたということで、まず、まあ、新人合同自主トレがスタートしたということになりますけれどもね、まあ、連日清宮選手がね、まあ、話題の中心になっておりますけれども、うん、はい、どうですか、あの練習姿とかっていうのは見ました？映像とかで見た、見ました、あの、うん、映像で見た、ティーバッティングというかね、見た、スタンド向けてロングティー打ったりしてましたけど、やっぱりね、はい、あの野球に携わって10年そこそこやん言うて、はいはい、な7歳8歳ですよ大体、はい、あのユニフォーム着てリトルリーグに入るっていうのは、はい、さすがに幼稚園の時はな、遊ぶぐらいはしてても、はい、でもまあ言ったらその競技に触れ出した年齢から言うと10年そこそこやん、うん、その10年そこそこの野球人青年が、はい、あれだけバットを操るとは思わなかった、申し訳ない。 あそうですか。俺ちょっとね、もう今やから言うは過小評価してたね、うん、へー、そうですか、はい、いやそれはプロの波に揉まれて苦労するだろうと、はい、いやその意見は実は今でも変わらんねんけども、はい、その度合いが違う。どういうところがそのすごいなって過小評価してたなと思いました。いろんなさ、うん、あの打つ能力高い選手っていっぱいおんねん、金属バットやし、はい、カーンって打って遠くへ飛ばす選手いっぱいおんねん実は、はい、うん、でもボールをバットに乗せて運ぶ、はい、よく実況でも言うやん、うまく運びましたって言うやん、はい、それはもう実況の人が目に入ってきた情報がそう映ったから言ってるだけであって、はい、その前にちゃんとうまくとかさ、うん、うまいっていうような言葉やっぱつけるんだわ、はいはい、運ぶっていう動作については、はい、それをね、いくらティーバッティングのフットトスバッティングで投げてもらったボールだけでも、はい、それがあったんやって。へー、どの打者よりもバットにボールが乗ってる時間が長く見えるんやって。へー、パカーンって打ってんのちゃうねん、はい、ガッシャンって運んでんねん。へえ、それはすごいなと思って。それはあれなんですか、この天性の才能なんですか。いや相当ボールを打ってるし、あの打つ運ぶ練習をしてる人は、実際にボールと対面している数の多い打者の現れやと思うよ、はい、なるほど。なんか自宅にね、ちょっとバッティング練習あのネットあって、そう全部答え合わせできるやん、お父さん作って、うん、でやってたんですよね、トスバッティングやってたって言うやん、地下にあってとかってね、うん、なんか言ってましたよね、うん、答え合わせ。今思えばね、僕小学校の時に同級生が、数ヶ月で急にバッティング良くなってん、はい、ボールもめっちゃ飛ぶねん、はい、なんでかなと思ってそいつの家遊びに行ってん、はい、ほんだらガレージにネット張って、はい、トスバッティングできるようにしてて、はい、毎日のように打ってたんだって。はあ、その数が、うん、バットでボールを捉えて運ぶっていう能力を身に勝手につけてんねん。理屈なんか言っても小学生分からへんやん、はいはい、なでもやってるうちにさ、どうやったらいいんだろうって一回ずつ考えて打つさ、ね、それが身のこなしになって、疲れないスイングってなんだろうと、はい、例えば初めは父ちゃんに言われて100回トスバッティングするぞと、今日も寒いのにって、でも100回しんどくないように、ああ終わった終わったってなりたいやん小学生、はいはいはい、ね、うん、野球は好きだけど練習サボりたい、これが小学生やん、はい、でやってるうちに100回打っても疲れない体ってどうだろうって勝手に身のこなしを覚えんねん、うん、ですごく合理的なスイングを身につけんねやろな、うん、ということはいい形でボールを捉えて運び切って目の前のネットを揺らす、はい、ほんでお父さんからもしくはコーチから、おーいいバッティングだ、おーいい打球してるねって褒められたいという欲があるやん、はい、向上心があるから、はい、その循環でボールをバットに乗せて運ぶっていうのを覚えていくんだと思うんだ。はあ、その時間と回数が、反復練習が長ければ多いければいい、多いほど長いほど、はいはい、清宮君みたいなバッターなんやろな。はい、俺その時の友達の田中克幸思い出したの。へえ、まあ、克幸バッティング良くなったなってよう言ったもん。へえ、うん、じゃあやっぱり才能だけじゃなくてその裏には努力してるっていうかね、うん、それだけやってるってことなんですね。それだけバット振ってんねん。はあ、握力がね70近くあるからね。70超えたんだっけな、はい、後でインタビュー出てくるかどうかやけど、はい、すごい。へ、このおっちゃん46、7のおっさんがグーって言って63なって、俺はそれでもびっくりしてん、はあはあはあ、まあまあ強いやん、はい、一般成人男性が、はいはいはい、上回ったよ。は
はあ、それだけ幼い時からバット振ってんねん、はい、それがそのまんま成果になって、うん、映像にも現れてた。へえ、周りとレベルが違ったね。ああそうですか。ほんならな、なるほど、はい、タイプが違うから言うんだけど、はい、別に僕はその選手を否定するのではなく、はい、中島拓、はい、乗せて運ぶ、なんか打ってるやん、コンコンって、はいはいはい、弾き打ちやん、はい、タイプは全然違うね。あの遠くへ運ぶバッターと野手の間をカーンと打ち砕くバッターとタイプは違うんだけど、はい、やっぱその差がもう見て分かりやすい。あの分かりやすい例で今名前挙げたんだけど、まあ、でもボールを見極めながらファールで粘って最後ヒットゾーンにそのボールを合わせる能力は中島拓の方が何十倍も上よ、はい、うん、でもそういったあの清宮君の良さを理解してもらうには今の分かりやすい対比かなと思って。なるほど。そう、まあ、でもよ、はいはい、プロ野球選手のキレのいいストレートとキレのいい変化球とコンビネーションで、うん、その壁は絶対に当たるから、はいはい、うんうん、だから素材としてはっていうのはね、はい、現時点の素材としてはということですね。で連日、たくさんのファンが集まってね、にぎわってますけれども、うん、そのファンに対する対応もこうしっかりサインをしたりとかいうことで、うん、本人に話を聞いたりしてもですね、うん、やっぱりファンあっての、 あのプロ野球選手だと思うのでという話を18歳でしてるっていうのがすごいなというふうに思ったんですけど、うん、まあまあ候補からしっかりとね、うん、指示も指導も受けてるんだけども、はい、もうプロ野球選手やからまだ在学中の身ですけども、はい、プロ野球選手としても歩み出してるわけやから、はい、1月のともサラリー発生してんねんね、はいはい、今月の25日の給料振り込まれるからね、うん、うん、多分25やと思うファイターズは。はい、なるほど、うん、まあ、ファンあってのプロ野球だと思いますと敬意を払わないといけないと、ファンに対する思いはしっかりと持ってやれる範囲でそういう、うん、ファンに対する対応っていうのはしっかりしたいと思いますと、それと今は嬉しいねん。あ、そういう高校野球の時からもわーって声かけてくれたけど、うん、高校野球ってさ、はい、まあ、学校も挙げて周りの人たちがファンとの接触をやっぱ遮る、はい、あのやっぱまだまだあの生徒さんやから、はい、学生にもなってない生徒さんやからね、はい、まあ、そういうところでこう勘違いしないように大人がちゃんと道しるべを敷いてあげてるんだけども、うん、はい、もう18歳、同じ18歳でも今度はもう社会人やんか、はい、だから自分で対応する、うん、ファンの方と直接その接して眼差しからも何が感じれるのかっていうのを候補がちゃんとちょっと距離を置いて見ながら促してんねんね、はい、なるほどなるほど、うん、これが1年、はい、2年経って、はい、もっともっとビッグプレイヤーになった時も、うん、何変わらぬ姿勢のままでファンの方と対応してほしいね。なるほどなるほど、そういう野球選手になってほしい、はい、うん、栗山監督は、大谷同様清宮にも清宮ルールというのを設けて、はい、外出許可制に、うん、して、まあ、出ていくときにはその報告義務を、うん、義務付けるというようなことももう言っているということなんですけれどもね、これってどうなんですか、ガンちゃんから見て。どうかな、僕らの時は周りにこんなに人がいなかったんで、はい、ただ一般社会人として常識を持って生活しなさいで済んだわけよ。はいはい、うん、でそれでもその中でも、まあ、ちょっとしたいざこざでな、はい、ちょっと町のおまわりさんに厄介になるやつもおったで実は。おお、うん、ほらめちゃめちゃ怒られてたよ、はい、だから球団からも制裁もあるさ、はい、うん、でも今はもっとことが大きくなるやん、はい、でその一言の一つの出来事がもう尾びれ背びれついてうわーって拡散拡大していってしまうやんか、はいはい、だからそういった意味でも一層その自覚を高く持ちながら、はい、緊張しながら生活しなさいよっていうことを教えられても、うん、その尺度がなかなか分かりにくいやん若い選手って、はい、初めてのことやんか、うん、一歩出たらキャー言われんねんね、はい、ね、散歩歩いたらキヤミヤくんって言われんねんね、うん、そこでちょっと石につまずいてもすぐ SNS で清宮寮を出て散歩目につまずいたってなんなんだよほんで足が疲れてるんだろうかとか、はあ、はい、尾ひれつきました、はい、ね、はい、もう故障が目の前なのかとかさ、はい、整備でつきましたみたいな、はい、尾ひれ整備、もうややこしくなるやん、うん、清宮は元気やで今、はいはい、でもそういった意味ではちゃんと一つ一つを確認する、うん、義務というのを球団もプレッシャー感じてやってる証拠じゃない？なるほど、うん、まあ、大谷のこともありますし清宮についてもということで、うん、同じような形で踏襲したということになりますね、うん、技術力の今人気はもうトップクラスだからね。そうですね、うん、まあ、ちなみに寮では大谷と隣部屋ということで夜にいきなり、うん、
部屋に入ってきて大谷が ねファイターズよろしくというふうに言われたという方、うん、話もしてましたけれども、ね、これファイターズのね、はい、これよく考えて1月に入って大谷の隣って、大谷はまだ寮があるんやろ。そうですね、部屋の中に考えて契約って12月までやね、先に去年もうだからファイターズの選手じゃないですからね、ないんだもん、はいはい、それでも彼の今後と今までやっぱりあの携わってきたその責任となった時には、はい、彼が渡米するまではファイターズが責任を持ってサポートしましょうという、ということ、ね、今善意だからね。そうですね、ファイターズの、はい、うん、はい、グラウンドでねその練習する場所も与えるというのも含めてそうですからね、はい、はい、だ大げさに言うとね、はい、だ僕が例えば2月に大きな野球の試合があると、はい、何か、はい、うん、ほんでファイターズにお願いして、はい、すいません1月中ちょっとグラウンド練習させてもらえないかと、もしそれが許可通ったら、はい、僕もそうやって練習したりできるわけよ、 OB よしみでね、はい、まあ、そんなことはないけど、うん、まあ、そんなことと一緒やねん、まあ、今ファイターズ OB やから今、はい、彼、ああ、なるほどね、うん、大谷はね、うん、はい、その OB にサポートするべく、練習場と住まいを提供している、うん、っていうことだと思う。そういうことですね、うん、はい、で、11日木曜日には2018年の NPB の新人選手研修会に、参加しまして、午前中は野球殿堂博物館を見学し、午後はアンチドーピング活動脳震盪について、税の意義と役割、薬物乱用防止について、暴力団の実態と手口、有害行為について、先輩プロ野球選手からプロ野球の後輩へという6つの講義を受講しまして、先輩プロ野球選手から後輩へですけれども、元メジャーリーガー岩村明憲さんが体験談をルーキーたちに語りました、はい、でベイスターズだけちょっとインフルエンザを発症した選手がいるということで、感染拡大を防ぐために研修会に参加せず、ベイスターズのルーキーたちは来年の研修会に参加する予定ということですね、うん、で昨日ルーキー1番乗りでドラフト2位の西村がプロ入り、ブルペン入りしました。でキャッチャーを立たせたままだったんですけども、25球を投げて唯一の社会人ルーキーとしてすぐにチームの力になるべくトレーニングをしているということですけれども、はい、新人選手研修会ですね、はい、まあ、ガンちゃんも講演かつてはね受けたし、したしと、そうです、そうです、はい、僕らの時はね、ちょうどその新人研修会っていうのが行われた1回目ぐらいだったんじゃないかな。あ、そうなんです。前までそんなあの12球団のルーキー集まっての合同新人研修会ってなかったと思うんだ。で僕らの時は礼儀作法、はい、フランス料理の食べ方まで教えてもらったからね。あ、そうなんですか、うん、マナー講習。そうだ、まあ、ざっと言えば、ルーキーたちが座ってる円卓が一つ、12球団で12卓ある中で、はい、フランス料理がコース料理がずっと順番に出てくるんです、はい、ほんだら、フォークやナイフは外から使いましょうとか、はいはい、スプーンも決められたところから使いましょうとか、ほんで席を立つときにはどうとか、そんなん全部教えるもん。へえ、うん、まあそういう場に出ることが多くなるということで、今はちょっとその辺は違った形になってるらしく、うん、で今度はその行動的なところに集まって、はい、この先輩の話聞いたよ、俺衣笠さんの話聞いたから、ね、ああそうですか、うん、張本さんも来てくれはったんちゃうかな、はいはい、だその時には野茂、塩崎、与田、笹岡、大魔神、古田敦也、みんな座ってるからね。そうですね、同じあのドラフトやからね、うん、はい、まあ、今あの何々3位の省いたけど、はいはい、うん、もうすごいメンバーやったね今思えば。そうですね、うん、でその中でカー寝てるやつおったわやっぱ。あ、そうですか。すぐやめてた。あら、うん、うん、緊張しない、気合入ってないねんて。うん、で僕はそういうのも受けて、あ、先輩方々が言うてくれてる言葉と胸に刻みながら、はい、はあ、ほんでプロ野球選手歩み、引退した次の年やったからな、やったかな、僕もこの席で喋ってんねん。体験談。そう、体験談と、はい、まあ、講演講義やね、はい、1時間もらって、あの時多分中田君がルーキーやったかな、中田翔のルーキーっていう話ですよね、確かね、うん、うん、はい、でその時に喋らせてもらい、何喋ったんか気になるやろ、うん、はい、気になります、うん、俺言ったよ、はい、君たちよく聞いてくれと、はい、ね、先輩がいると、はい、チームに行けば、はい、でも良き先輩悪い先輩二通りいる、はい、はい、いろんな声もかけてくれるでしょうと、はい、最終的に自分にとって良き先輩なのか悪き先輩なのかは自分で判断するんだぞと、ほう、はい、それを言わせてもらったのが強く覚えてる。ほう、はい、そして良き先輩をしっかり自分で、まあ、あなたを選びましたなんていうことちゃうで、はい、その人についていくやん勝手に、はい、ね、ほんでいい影響を受けさせてもらい、野球人として自分にとってプラスになったら後輩たちに同じようにそれを伝授していってくださいと、うん、うん、そういう話したの覚えてるよ。はー、うん、それはやっぱり自分の中でそれが大事だったなというふうに思ったからですよね、そう、うん、生活の上で。そうやね、もう
僕の中にもいい先輩悪い先輩おったから、はい、うんうん、ほんで良き先輩についているとええー、ところでアドバイスくれんねん、行動で示してくれんねん、ね、ちょっと成績残ってカーってつっかい棒いるような歩き方してたらおいそろそろ倒れるぞって冗談交えながらでも言ってくれたりとか、うん、挨拶がだんだん変わってくる、おはようございますがおはようございます、うん、うーす変わっていく、はい、ね、親しみもあるけども、はい、いや違うんだぞというのでその僕先輩が来た時にあおはようございますって言うとおお前まだ挨拶できるやないか、そこで気づかなきゃっていう話でしょ、うーん、あれこんなん言う人ちゃうのになと思って自分の日常を振り返った時に全然ぬるかった自分が、おー、うん、ちょっと成績残して周りがローテーション入ったのよかったね、ガンちゃんいい投球してるね、付き合いしてくる、向かってくる人も変わってくる、はい、そこでもうふわふわしまくってた、しまくってた、しまくってた、俺認めるわ、そうですか、うん、講師ともにふわふわやった、ふわふわでしたか、うん、それを苦労してる先輩がパーンといいところで言葉一つさせてくれんねん、はい、そこで気づかなかったらアウト、はい、僕は気づかせてくれたから今もこうやって電波の席で喋る仕事があると思っています、その方にすごく感謝しているし未だにお会いしたら師匠って言うよ、あそうですか、うん、うん、他人様で師匠と呼ばせてもらうのはその方だけです、僕、ほうそうですか、はい、なるほど、どの方なんでしょうかっていう話です、そういう人を見つけてくださいということですね、金市明人さんです、あら、方やろあの方は、はい、金市さん、はい、納得やろ、はい、金市さん、ね、納得やな、はい、いや非常に愛あふれた方ですもんね、そうやね、はい、うん、でじゃあ続いて行く前に一旦じゃあコマーシャルに行きまして、この後清宮選手の単独インタビューを聞いていただきます、喋るでわしは、清宮選手の単独インタビュー、うん、聞き手はガンちゃんと TBS の井上貴博アナウンサーということで、はい、うん、いろいろな番組でお送りしていますけれども、ね、この番組でも一部抜粋して、3つに分けてお送りしたいと思います、うん、いいではまずは、挨拶からですね、3分ほどになりますけれども聞いてください、あよろしくよろしくお願いします、お願いします、お疲れさんよ、お疲れさんよ、よろしくお願いします、岩本だよろしくお願いします座ってください、いよいよプロ野球選手として大踏み出すわけですけど、はい、ホームラン60本なんていう話ありましたけど、ホームランのやっぱ思いっていうのは強いわけですよね、本人の中で、まあそうですね、あんまり意識はしたくないなっていうのはあるんですけど、うんうん、まあ、でもやっぱり自分の代名詞っていう方ね、あれですけど、まあやっぱそれを見に来てくださる方が多いと思うので、うん、最大の特徴、セールスポイントの一つですからね、はい、でもやっぱ60っていう数字をいきなりコメントで出すというのはそれ相応の自信があるんじゃないですか、いや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 先輩怖いね自信がないと、いや私も覚えてるんですよ、プロ野球の世界入るときに金田さんのように400勝以上できるピッチャーになりたいというようなことを言ったの覚えてるんで、うん、すごく同じ香りがしたんですよ、まあでもやっぱりそうですね、夢は大きく持ちたいと思ってて、うん、小さく言ったら小さくなってしまう気がしたので、うんうん、大きく言わさせていただきました、素晴らしい、やっぱりそれ意識して今までもインタビューでもちょっと高めの数字とか高めの目標とかそういうことですか、そうですね、はい、これは誰かに指導されたとか、うん、アドバイスもらったとかいうことではなく自らですか、まあそうですね、まあでも、まあ、強いて言うのは多分親かなと思います、あ、うん、厳しいお父さんがおられる、いやいや、家ではそんな厳しくない、あ、そうですか、家ではもう普通の親子の会話という、あ、もちろんです、競技になった時にはやっぱ厳しい面も持たれてると、目つきが怖いんで、多分監督として例えばラグビーの試合とか見てる時はすごく結構こういう感じなんで、うん、普段どういう興味くんなのかなって、あ、興味ありますよ、ああ。好きな音楽とかあります、いろいっぱい聞きます、なんかロックも聴くし、うん、ロックもおいや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 もうロックと聞いて今のしか分からない出発力すごいなロックもおいやで洋楽も聴くし、あ、そうですか、まあ、いっぱい聴きますね、さすがに演歌まではいかないですよね、あ、いかない、さすがに、さすがニューミュージックはい、おっと、ムード歌謡はムード歌謡、歌謡曲ですよ、ああ、そう、そう、昭和のイメージありますよね、ちなみに和田アキ子さんとかはこういうので聞かれたりしますか、聞かないですそうですね、そこは出ない
まあ、年頃ですよ、18歳、19歳と、その彼が初めて、まあ、久しぶりに丸刈りじゃない髪型をしてくれと散髪屋さんで注文した時の心境を聞かせてください。いや、めちゃくちゃ嬉しかったです、なんか。いや、それ分かりますよ。いや、なんか、ああ、そういうもんですか。いや、今、ジェルとかつけてますけど、ね。おじゃあ、ノットポマード、まあ、ジェルですね。ジェル。ええー。そうです。そのスタイリングは自分で研究してやったんですか。そう、まあ、そう、自分でやってます。はい。どなたかを参考にして寄せてるんですか。いえいえ、ないです。なんか、こんな感じかな。そういった意味ではセンス抜群ですよ。ああ、ありがとうございます。はい。はい。まず俺うるさいな。うるさい、自分で言いましたか。清宮君の声よりちょっとなんか頑張りすぎてるな。ガンガン言ってましたね。反省するわ。あと TBS の井上アナウンサーも結構、うん、もう笑うしかなかったみたいです。いや一生懸命やって、あの限られた時間だったの。はい、そうです。まあ、TBS、HBC に与えられた時間20分で、はい、その間に野球のこと聞きたい、うん、人となりも覗きたい、はい、そういう気持ちでもう岩本頑張る頑張る。でもノリというかね、瞬発力がいいですね。ロックンロール、おいえ、来たやろ。来ましたね。ほら、ほんまやろ。ジェルで何ポマード、ポマード、ノットポマードだ、ノーって言ったからね、ちゃんと英語のあり方分かってんねんね。ほらね、え やり取りできるというね、うあの状況下の中で清宮選手も大変ですが、まだまだ続きます。じゃあ続いての3分ほどですけれども、どうぞ。大丈夫かおい。ちなみにプロ野球選手としてこれから羽ばたく中で自分の身体的な強みってどこに感じてますか。下半身は結構しっかりしてるなと思います。あ、もう地面に突き刺さってますね。重要重要、はい、握力とかはどうなんですか。70ぐらいじゃないですか、多分。70あるの。ちょっとね、握力計あるんですよ。ちょっと待って、ちょっと待って、まあまあ、今日朝まだスイッチ入ってないですよね。立ってもらって、立って。いや、あの、全然お話ししなくていいです。これ持ってるじゃねえかって。いや、いいんです。いや、グリップはこれ非常に悪いものと考えてもらっていいですか。手に汗かいてるし。あ、大丈夫かな。大丈夫よ、大丈夫。自分のタイミングで。OK です。いや、スキッパー。ほんまに70ぐらい。うおー、ウォーミングアップなしで 67.5 ぐらい。いやー、ダメですね。67。いやいや、有言実行。いや、これはトピックスですよ。あ、この数字はやはりトピックスです。はい、そら右手のハンドワーク最後こう運び切るっていうのが分かりますよ、ここで。いやいや、でこれね、グリップ手袋したらね、75ぐらいまでいくと思うんですよ。あ、そんなに変わるんですか。一般成人男性、一般成人やってみましょうか。46歳男子。はい。いや、普通に強いです。お、私もまあまあありますね。もう負けず嫌い。63あります。あの、人生で最高記録なんですよ。と、清宮選手の凄さが薄れます。いやいや、でも、いや何してんねん。俺何してんねん。もっと、なるほど。違うね、あのね、アドレナリン出たんですよ。いやだってプロ野球選手です。いや、もう十何年も前に。いや、そんないいから座ってください。先輩も立てて。いやー、でもそうか、握力やっぱり。いやのがありますね。いや、あの、軽く握ってね、やっぱ70手前まで行くとなると、しっかりウォーミングアップして気合が入ったら74、5行きますよ。いやー、それね、右に左に打ってくれるわけですね。いやね、今シーズンどんな野球選手の清宮幸太郎を自らで描いてますか。まだちょっと描ききれてないんですけど、うん、まあ、やっぱり自分の中では、あの、今年は、あの、日本一を目指してやるっていうの目標で、栗山監督も、あの、年齢とかはその入団の年数とか関係なく、戦力なるものはどんどん使ってみんなの力を借りていくっていうふうにおっしゃっていたので、まあ、やっぱりその輪に自分もすぐ入りたいなっていう思いがすごくあって、まあ、やっぱりチームが目指すべきところは日本一だと思うんで、個人の成績じゃなくて、やっぱチームとしてどう戦っていくかっていう、あの、部分をすごい自分の中では描いてます。日本一チームの勝利。そうですね。18歳青年の主張にしてはもう素晴らしすぎます ね。まさかと思いますけど、後ろチャック開けたら50歳ぐらい出てる。いないです。それぐらいの素晴らしいコメントですよ。いや、はい、まさかの主役殺し。
俺握力、あっこは60超えたらあかんとこやな。いや、僕の中では58ぐらいが最高やったから、まさかと思って、うーんってやってみたら60超えた時、あかんと俺指で戻そうと思って。俺握力強なってんねん。これ何これ。まあ多分アドレナリンが出てたんでしょうね。そうやろうね。一般成人男性ではないというね。自分でもう一般成人男性ぐらいと思ってたのよ、ええ、ちょっとアスリート残ってたんやな。むしろ井上さんぐらいがやった方が一般成人男性でしたね。井上さん超焦ってたでこいつやらかしよったぐらいの顔やったもん。でも僕より多くてよかった、強くてよかった、いや、ね、まあ確かに、うん、それ言ったら一番企画倒れですからね。ほんまもうドキドキした。うん、でもあの素直なすごく素朴な、そうですね、性格でしょ。それは本当に出てますね、うん、いや、はい、それを僕はインタビューをさせてもらったんで、はい、バットを握ってる姿見た時に、あ、ちゃんとオンとオフある野球選手やなと思えた。はい、好青年やった。そうですね、はい、今時珍しいかも。はあ、うん、やっぱ親父さん、ね、もう家でそのアスリートとして、うん、で対人に対しての、はい、まあ、いわゆる家庭内教育、はい、もうしっかりされてるんだろうね。そうなんですね。もうそうとしか言いようがないわ。ではじゃあ最後の部分ですけれども、3分ほどになりますけども、聞いてください。大丈夫か。ちなみに3年後の東京オリンピックっていうのは自分の中で思いっていうのはいや、あります。はい、やっぱり日本でやるねオリンピックで出たくない人はいないと思うんで、うん、まあ、少なくとも自分にも出れるチャンスはまだあると思ってるので、うん、まあ、あるからにはやっぱり目指さなきゃいけないなっていうふうには思ってます、うん、稲葉監督も左バッターのスペシャリストでしたから、もうあなたのこと注目されてるはずですから、それも意識しながらそうですよ、チームの優勝に貢献したい、で自らも精進する、あ、これからやることいっぱい目標たくさんあっていいじゃないですか、そうですね、もうあなたは今絞ったスポンジ状態ですから何でも吸収できるんですよ。はい、はい、興味を持ったことは何でも追求してくださいね。わかりました。ちょっとあえて伺いたいんですけど、一番今不安に思ってることって何ですか。お、今このスタートなんで不安ですか。打てるかなっていう、まあみんなそれは持ってますよね、はい、僕も抑えれるかなと思いましたよ、それがあるから頑張ろうという気になるし、いや、そうですね、しかし素直な発言もありますね。いや、今までの会見では、うん、打てるかなっていうところをみじんも見せなかった、でも本音が今ちょっとねポロッと、いや、そうですね、まあでも高校の時もずっと思ってました、今日打てるかなって。あ、そうですか。はい、いや、でも、はい、逆にそれぐらい不安要素があったりとか、うん、追い詰められてた方が、うん、力が発揮できるなっていうのは感じてます。意気込みをぜひ、はい、いろんなところで書いてますよね、今年の意気込み、うん、2018年清宮幸太郎意気込み、どうぞ。日本一、日本一です。はい、いやいや、もうこのサインが達筆に入ってますから、うん、サイン、まあまあ練習しましたよねいや、練習が自分で考えたんですか。そうですね、はい、いや、僕小学校5年生の時から練習しました。その時と今あんまり変わりませんからね。通る道ですよ。みんな通る道ですよ。もう雑誌一冊全部使ったり、もうペン一本全部使い切ったりぐらい実はやりましたよね。ちょいちょい。ありました。そういう素朴なね、いや、ありがとうございます。本当に。バタバタで。大いに期待を寄せてますから、ありがとうございます、もう羽ばたいてくださいね、はい、頑張ってください、はい、本当に可能性追求してください、でいつかはもう清宮幸せ太郎ですと言えるぐらいの成績をドカンと残してくださいよありがとうございます。小田選手はい、いや、テレビで見てても好青年でしたけど、もうこれはもう答えが出ましたね。いやいやいや変わらないでいてください。特に北海道内でのメディアの整理整頓は任しといたらいいから任しといてくれ、ややこしになったら全部俺が軌道修正してるああ、その手のエキスパートやで。頼みます。頼れる先輩は頼る。はい、よろしく。ありがとうございます。ありがとうございます。本当ありがとうございました。ありがとうございました。最後流さんでええやろあれは清宮君に、僕は一応先輩として、はい、もう野球集中してくれたら、うん、メディアはもう10年以上俺もやってるから、はい、君のその在り方についてもちゃんと整理整頓するからって、ちょっと先輩風吹かしたとこ、いつも通りじゃないですか別にそんな
そんななんか言う話でもない、いつも通りですよ。大丈夫？はい、なそんな別に変なことでもないですけど。頼むで、もうそこ抜粋したらあかんねんって。そこは見せたくなかったとこだったんですか。そう一応あれもうマイク取るときに、はい、清宮君野球頑張ってやって、あとメディアの方俺がちゃんと整理整頓するから、はい、って、はい、生きったとこやん。生きっと、いやだからいつめっちゃ生きってたやん。いつものガンちゃんじゃないですか。別にそうかもな。普通ですよ。でもさ、彼の声がちょっとハスキーでしょ、はい、はいはい、そこに魅力やね。あ、そうなんですか。何のこっちゃわからないの。わかんないです。よく声を出す人やね。 はいはい。だからあの声変わりの時もずっと大声出して野球を携わってたと思うね、はい、僕もちょっと声発してるでしょ、はい、でこれ僕も幼い時からものすごい声をもう張り上げて球場に立ったらずっと声出す青年だったの、はいはい、だから俺声変わりいつあったか覚えてないもん。あー、うん、なるほど。野球やめてから声落ち着いたぐらいやと思うよ。はー、うん、それだけ声を出してるってことなんですね。そう、ほんですぐに出る野球選手だと思う、はいはい、うん、魅力たっぷり、まあ、清宮幸せ太郎っていうのはあれは何だったんですか。あれは聞き捨てならないなんか言葉が出てきましたけど、なんかみんなの周りがね幸せになる太郎君でいてほしいんですよ。はい、はい、苦笑いでしたよね、清宮。そういった成績残してねっていうのにもう最後は岩本のアドレナリンがおかしくなった、おかしくなりましたよね。インタビューアーとして清宮幸せ太郎ってその後俺に任しとけって意味言えないと言ってたよ。あれはあかんわ。いやいや、いつも通り、じゃ全然そんなになんか違和感はなかったですけども、はい。まあ、あの、ガンちゃんはあれですからね、あの、応援団長ですんでね。そうですよ。はい、ということで。稲葉ジャパンと清宮君応援団長。応援団長で。あと大谷君もそうやで。ええー。エンジェルス行ったから言うて、あんた誰ですか言われたら困るで。球団とメディアとファンの架け橋になってるのがガンちゃんですからね。うん、そうですよね。橋本さん持ってんねん、もう。橋本先生、ゲッツ。いろんなとこ渡ってね。いろんなとこ渡るようにしてんねん。はいはいはい、そういうことですからね。はい、全然別に問題ないんですけど、清宮幸せたのだけ。気になりました。コマーシャルの後は選手の自主トレ情報などをお伝えします。では各選手の自主トレの情報をいきたいと思います。はい、はい、いろいろなところで自主トレを行ってますけれども、9日の火曜日斉藤佑樹と白村がグアムに出発、うん、2年連続の自主トレですけれども、1日9時間のハードなトレーニングメニューをこなしながら食事制限で体質改善に取り組むということで、うんうんうん、連日ブルペンにも入って50球以上の投げ込みも行うということですね。いいね。で、10日の水曜日は堀が鎌ヶ谷で本格始動と。年末年始、地元の広島に帰省してブルペン入りもしてますけれども、この日から鎌ヶ谷でトレーニングをしているということで、堀は先発をやりたいですと言ってまして、広島では走り込みなどをして、自身の課題である体力面の強化に取り組んでいます。で、11日の木曜日には沖縄県宮古島で合同自主トレを行っている田中健介、中島岡、トレーニングを報道陣に公開と。で、田中健介は、去年は宮古組が全くダメだったと、今年は全員が活躍していい年にしたいと言ってます。で、この日27歳のバースデーを迎えた中島はもうおっさんですと語りながらも、去年は悔しい思いをしたので怪我をせず1年試合に出たいと、選手会長にもなったのでチームがこれ以上悪くならないようにも力になっていきたいと言ってます。で、岡弘美が、星野さんには怪我をしないように頑張れとよく声をかけていただきました。シーズンを通してやっていかなきゃいけないですし、いい報告ができるように、思いは例年以上に強いですと言っています。で、12日には大阪市内で中田翔が自主トレを公開と。中田は去年は不甲斐ない結果だったと。今までと違う中田翔を見せたい。新たな気持ちでチャレンジ精神を持って挑戦したいという気持ちが強いと。死ぬ気でやるつもりと言っています。清宮については自分と違って賢そうと、だから言うことはないし伸び伸びとやってもらいたい、その中で質問があればアドバイスできる立場ではないけど引き出しはあると、清宮4番でいいんじゃないのと、俺は6番くらいでのんびり打ちたいというふうに冗談交じりに言ってます。で、昨日13日は鍵谷、高梨、上沢、近藤、松本、渡辺、平沼、鹿児島県徳之島での合同自主トレを公開。高梨と上沢は2人ともブルペン入り投球練習を行っていて、高梨はおよそ70球、上沢はおよそ90球投げていますということで、各選手がいろんなところで自主トレを行っているということですね。はい。まあいろいろと選手、気になりますけれども、どうしようかな。まあ、中田選手がね、自主トレ公開してということで、うん、かなり強い思いで、うん、臨んでいるというのが12日ですね。うん、はい、で、発言に謙虚さも見えてきてるし、はい、まあ、キャプテンという立場をもう本当に日に日に感じてるんじゃないかと思う。はい、まあ、もう岩本のツッコミどこで言うと、6番ぐらいでのんびり、はい、いや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 、のんびりされたら困りますせと、はい、あの、まあ、清宮4番でいいんじゃないのっていうのは、中田の頃はもう負けてって。
負けるわけないやろっていう気持ちやと思う、うん、そうですね、うん、そこで張り合って、あの周りもメディアの人が、清宮と中田ね、こう打順争いなんて、うん、もう歌うこと自体が大間違いからね、はいはい、それはもう全然レベルが違うから、まあいろいろとこうその後もと言いつつ、うん、そう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 、やるからには負けたくないし、そう、謙虚さを言いながら、そうですね、中田翔も腹の中で思ってるよ、誰と比べてんねんと、ね、ね、はい、もうそれはもう雲泥の差があるんですよ、はいはい、中田の方がレベル全然上ですよ、はい、でもあれだけ鳴り物で入ってきた時には後輩をも気遣う発言ができてるやん、花を持たせてあげると、そう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 いうことなんですね、うん、引き出しは持っとるでと、はい、その通りですよ、うん、まあ自身のように同じくフィーバーで注目されてますけれども、はい、まあ、注目されてストレスを抱えるようなことがないように、そうならなければいいねというふうに言っていたと。いやもう今年の中田楽しみやわ。あ、そうですか。ガラッともうキャプテンマークつけるっていうの決まってから変わったからね。はい、はい、姿勢などもね。そうですね。ほんで斎藤佑樹。はい。うん、グアムでいいね投げ込みから。はい。白村と。はい。うん、目いっぱい頑張ってくれよ。はいはい。この間偶然ね、ゆうちゃんとこう、プライベートでお付き合いのある方と偶然食事一緒になって。はいはい。まあいわゆる共通の知り合いになったわけ。はい。でその人がさポロッとさご飯の席で、うん、ガンちゃんいつもゆうちゃんに勇気に厳しいよねって言うから、うん、いやちょっと待ってくださいと、ほうほんならもうズバリ言ったよ、じゃ今の成績で岩本解説者としてコメントを向けられたらそれは厳しい言葉しか出ないですよと、はいはいはい、でも僕は期待してなかったらその一行も歌いませんと、はい、次行きましょうかで終わってしまうんですよと、はい、ね、やっぱり彼も甲子園で優勝したほどの星の下強い星を持ってると、はい、意地があるはず、はい、必ずやってくれるはずだと、はい、知った激励の意味で言うてるんですよ、これで答え合わせできませんか、うん、まあ、その方はもう斎藤と知り合いになってるから思い入れ強いやん、はい、いい男やからもう大ファンになるし、はい、好意的に付き合いしてたらそういう気持ちも強くなるやん、うん、気持ちはわかるけども半分口とがらして言われたけど、いや、うん、これで答え合わせできませんかと、はい、期待の裏ですよって言ったらすごい納得してくれた、うん、なるほどね、まあ、今年はラストチャンスと思ってくださいってこれはっきり言うたよ、はいはい、うん、ラストイヤーじゃないよ、ラストチャンス、はい、掴んだら5年10年まだこの先に彼の大活躍があるわけ、はあ、うん、だからそのラストチャンスをものにしてほしいんですねというちょっとこう食事の席での彼の話題があったんだけど、はいはいはい、腹くくってるよ、なるほど、頼むよ、はい、うん、あと、まあ、そういう意味では岡博美もね、うん、ちょっとなかなか結果が残してない中で、うん、まあ、今年は一気に行かないといけないと思う、そういう思いが強いと、うん、1年間やっぱり戦える体を作るということで体重アップを、うん、目標にということで4キロぐらい増やそうと、いい、ね、いうことで83キロから現在2キロアップ、うん、さらに87キロまでというようなことを言ってたみたいですけどね、90キロ手前ぐらいまで行ったらその、はい、もうその打球に強みも出るし、はい、スライディングも強くなるし、それを補えるだけの筋力が持ってるからさ、毎年まあ怪我に泣かされてるというね、感じはありますけれどもね、落ちないと思う彼のようなタイプは、はいはい、でちょっと体に油つけた方が怪我せえへん、あ、だって車でもそうやん、しっかりオイルメンテナンスやっとかないと、はい、ギクシャクして音が鳴り出したら絶対壊れるやん、はい、もうよく似てんね車のエンジンと人の体って、うん、あの岡の話でよく出てくるのは食が細いってね、うん、なんかこう分かんないですけど素人から聞くと食が細いってプロ野球選手だし、うん、その食べればいいでしょっていうふうに思うんですけど、そういうわけにいかないんですか？いやでもね、欲がない選手、食に欲、食欲のない選手はあんまり食べへん、はい、あんまり食べへんということは、はい、エネルギーも少ないから、はい、あのエネルギー満々に入れてるとそれは使いたくなるのがアスリートやねんか、はいはい、筋肉使いたいやん、パワー使いたいやんか、はいはい、だからそれを発揮しようと思わなくなってしまう恐れがある、だから食をたくさん取りエネルギーをまんま入れてタンクパンパンにしてると、うん、それを目いっぱい使おうという衝動にも駆られるわけよ、はいはい、だから養酸食べて、で養酸食べてそれをエネルギーに変えれるということは、はい、内臓が強い選手なんで、1年間それを春夏秋冬、夏場の食事も変わる、冬場の食事も変わる、その対応能力がある内臓の強い選手は名選手が多い、はい、これは公式データじゃないけども非公式データで十分に出てるから、はいはい、うん、今までの名プレイヤー、はい、あの人間怪我せえへんねん強いねんってめちゃめちゃ飯食うで、うん、なるほど、稲田直人に聞いたのよ、はい、広島に戻った新井貴弘おるやん、はい、彼が札幌試合来た時に、はい、でなんか広島でつながりがあるから一緒に飯行ったんやって、はいはい、な、はい、じゃ寿司食べる、はい、モノタリンから焼肉行く、はい、じゃあ次の店行くかってジンギスカン行くってよ、
うわすごいですね。それも全部しっかり食べるって。うん、大食感。そう、最後麺食って帰ったんちゃうかっていう話だね。フルコースですね。もうほんな次の日球場でそれを消費するだけ練習しようと思ったらどれだけの練習量がある。うーん、なはあ、なるほど。大食感はすごくエネルギーを使う場がそこにあるっていうことやね。だからたくさん食べろよっていうのはそこやね。ただまんまん食べても動かん選手はどうしようもないよ。はあ、なるほど。見てる記憶でいうと4-3食べる選手は4-3動いてる。はあ、うん、なるほど。全部消費するカロリーを。そういうもんなんですね。うんうん、さらにその上でこう岡はこうちょっとねそうやって肉をつけたりって、うん、もっと細い細いって言われてるので、うんうん、そしたらそれだけ動いてもまだ肉をつけるためにはもっと食べないといけないってことなんですか。だから僕彼が食が細いって聞いた時に、うん、運動量少ないんちゃうかなと思って。うーん、練習量とか。ほう、だってどうやってもさ、はい、うっちも仕事いっぱいして脳みそ使ったりとか、はい、体力的に取材とかでうわーって動き回ったらその日の夜お腹空くやん。まあ、この番組終わった後は確実にお腹空きますよね。そうやな、俺もやね。よう喋りますし。喉も乾くしな。乾くし、うん、はい。そういうことやねん。うん。うん。カロリー得たらカロリー使うし、使わなかったら勝手に太っていくし、はい、それは変な太り方になる。うん。葉酸カロリー取って、たくさん葉酸運動する人間は、はい、体大きいけど、はい、大きさが違うやん。なるほどね。うん、はこの間僕野球教室ユニフォーム着てたら、はい、まだガタイ骨格残ってるから、はい、やっぱユニフォーム着てるとカンちゃん野球選手だったんだねって言われたよ。なんか複雑な心境になったけど。普段どない見えてんのかなと思いながら。ああ、ねえ、うん、じゃあまあ岡選手は頑張ってくださいとしか言いようがないですけども、葉酸食うて葉酸動いていう話ですよ。そういうことなんですね。はい、はい。まあ怪我っていう意味では近藤選手もね怪我なく、うん、シーズンをなんとか乗り切って、ね、まあ素晴らしい数字を叩き出してほしいなというふうに思います。能力が高すぎるから体の一部がびっくりして悲鳴を上げる、はい、そうとも言えるからね。はいはい、それに耐えれる体を作りましょうってこと。はい、10日の水曜日ですが2月の春季キャンプ日程の詳細が発表されました。1軍ですけれども2月1日の木曜日から14日までアメリカのアリゾナ州スコッツデールのソルトリバーフィールズアットトーキングスティックでキャンプを行いまして、2月の17日土曜日から2月23日金曜日までの7日間は沖縄でキャンプを行います。でアリゾナでの休日は4日の日曜と9日の金曜の2日間、沖縄での休日は20日火曜日のみとなります。で2軍は2月1日水曜日から23日金曜日まで国頭村にある海銀スタジアム国頭でキャンプを行います。2軍の休日は5日月曜9日金曜15日木曜20日火曜の4日間です。で練習試合紅白戦も発表されまして、アリゾナでは韓国2チームとの練習試合と紅白戦の3試合、沖縄では5試合の練習試合と紅白戦1試合と合計6試合がキャンプ期間中に行われる予定ということですね。まあ、あくまでも予定やね。はい、うん、まあ、後半は本当にね、戻ってきてからアメリカ戻ってきてからは試合試合っていう感じの、ね、うん、日程になってますけれどもね。はい、はい、あのケースバッティング試合のようなね、はい、そういう練習も踏まえてやると思うし、はい、もう今あの実際の情報を聞いても仕上がりは年々早くなってるから、はい、うん、その仕上がりの早さを見た時に監督やコーチはもうどんどん実践やろうというふうに、はい、この予定は変更はもう十分あると思いますよ。はい、はい、で、続いてがですね、うん、大野が FA 移籍しましたけれども、はい、その保証についてなんですけれども、うん、ちょっとインターネットの方でもう記事になってましてご紹介したいんですけれども、ファイターズの吉村 GM が大野の保証について、うん、人的保証ではなく金銭保証を求めたことを明かしました。はいはい、うん、で今日ですね、中日側にも通達したということで、うん、大野の昨年の年俸が5100万円、 B ランクとみられ、球団には 60% の3060万円が支払われるということですね。うん、結局そのまあ、人で保証するのかどうかっていう話だったんですけども、うんうん、まあ、全てお金っていう形になりましたね。あの無理やり選手を獲得しなくても今いるメンバーでしっかりと賞賛が立てれたということじゃないの。うん、だったらちょっと、チームの設備投資や、はい、いろんなことに使える現金を要求した、うん、何もおかしいことじゃないと思うよ。
まあ、オリックスの場合はね、即麻酔の保証はもうお金っていう形で、はい、でこのドラゴンズに対してはそのプロテクトを漏れた選手をしっかり吟味して、うん、なかなかいい選手もいるようなそんな発言も GM はしてたんですけど、結果的に、うん、お金全部解決ということ、これ僕の個人的な意見ですけども、はい、一番丸く収まんねんて。あ、そうですか。金ですの話やないかっていう話やろ。あ、そうなんですか。あんまり使いたくない言葉やけど、はい、それがここには当てはまると思うよ。うん、それを有効利用させていただきます。で、はい、ファイターズとしては、大野よろしくお願いしますね。はい、っていうことじゃないの。大野は自分が得た権利を行使しただけだから。はい。何も責めることもなければ、本当にみんなでエールを送って頑張ってくれよっていうだけやもん。なるほど。うん。ほんで、そのドラゴンズでの活躍が恩返しに値するし、はい。ね。ほんで、もし札幌ドームなどでゲーム、オープン戦や交流戦で彼を見ることがあれば、みんな拍手で迎えてあげてくださいよ。まずは。そうですね。うん。はい。